仮名の勉強は必ず個室というものを勉強すると思うんですね。自分の好きな個室をやって、そこから方書ですよね、同じような少し真似をする学習、それをもとに作品を作っていくというふうに、まあ古い歌ですと古典的な作柄の方が古い歌には合うし、また仮名のこういう綺麗な紙にもそういった平安調の優雅な線の方が合うと思うんです。だけどもしも今現代の私たちが生活している中で読まれた歌であるとか、あるいは芭蕉とか一茶の江戸時代の庶民の生活の中で読まれた俳句とか、あるいは旅をしててそこの土地土地で読んだ俳句が、果たしてそのすごく繊細な平安時代の貴族のそのタッチと内容がマッチするかというと、ちょっとそれは私は疑問に思うんですね。じゃあどうしたらいいかというと、同じ筆で何か変えようと思っても線がきれいに出てしまうんですね、こういう筆というのは。したがって私の場合ですけども、これはもう何年も稽古してすり減ってしまった筆なんです。で、同じ筆、これが元の筆なんですけども、こう比べてみるとお分かりだと思うんですけど、だいぶすり減ってるんですね。このようにもうこれは卒業終わりかなという、それで捨ててしまわないでいただきたいんですね。そこからがこの第二の筆がまた活躍する出番が回ってくるんですけど、例えば、命毛と言いますけど、一番真ん中の毛、これがもうすり減ってしまって、穂先もすり減って、こういうところも全部すり減ってしまってるんですね。それで書くとちょっと乱れた線、破筆と言います、破れた筆、ちょっと乱れた線とか割れた線とか、そういうちょっと表情豊かな線が出やすいわけなんですね。まさに、はい、その通りだと思います。もうおしまいかなと思ったら、むしろこういう健康的な若い線というよりは、枯れてる何とも言えない味わいの線っていうのが、こういう筆ではないとできない、表現が出ないんですよね。だからぜひこういうものを捨てないで、大事に、さらにまたこれから活躍がある、出番があるんだということで、お稽古、作品を制作していただきたいと思います。早起きなもんですから、まずはなんていう、もうすぐ何もせずに、もう寝るときにも用意しておくんですね。それでまずは臨床して、今はこれをこの 何切れと決めて、今は例えば針切れだったら針切れをずっと
毎日違うものをやるとあまり自分の中ではいいと思いませんので、それをとことんやって、ある程度期間をやったらまた次の個室。それで私の場合ですけど、例えば針切れだったら針切れをこうそんなに多くはやらないんですけども、コツ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 その毎日やるということが重要ですから、それをやっていくらかこの手が、まあ大げさですけど、この手が針切れにの雰囲気になっているうちにちょっと自分の作品も作ると、それが連動しているわけですね。はい、針切れに例えば「あ」だったら「あ」、「山」だったら「山」という字がこう出てくる、それをそっくりそのまま写しているんだったらただの写しになってしまいますから、その針切れをやっていてもそのエキスというか匂いというかそういうものをいただくということですよ。そっくりそのままでは単なる二番煎じになって写しになってしまいますので。心の書ではいろいろな個室的な古典的な作品作柄のものからいろいろ展開をしていきましたけども、やはり基礎基本というのは古典的な訓練が必要なんですね。でこのようになるには相当なお稽古をしなければいけないということは、ちょっと1回2回やっただけではうまくなりません。コツ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 継続をしてやっていくという、もうそれしかないと思うんです。で最初不慣れな時は結構苦痛に感じると思うんです、辛いと思うんですけども、だん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 慣れてくるとちょっと楽しくなってくるんですね。そうするともう一枚やってみようかな、もう一枚やってみようかな、どん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 上手くなっていきますから、途中で諦めないでぜひ一生懸命努力して楽しく制作をしていっていただきたいと思います。